はい、どうも、プロセムナイスプレイヤールルカです。アリーナやっていきたいと思います。ちょっとパーティーガラッと変えてみますが、装備大丈夫かな？スパーダ、弱点攻撃。他になかったっけ？弱点攻撃。あ、ちょっとこれ星5か。星5だと外すのにあれが必要なのね。弱点攻撃でいいか。デロンズとニアを外して、ジョーカーとエスパーダにちょっと変えてみます。魔法の全体攻撃、ベリカとか使ってる人がちょっと増えてきたような気がしたんで、ちょっと魔法対策っていうとこと、あと、バフを解除するのを、単性ではなくて、もう一気に解除できるように、ジョーカーで、一気にバフを剥ぎ取る。ワンチャン狙って剥ぎ取るっていう。まぁ、ちょっと博打の部分もあるんですけれども、こっちの方がダメージが通る確率っていうのが上がるんじゃないかなと思って。で、今レベル30ですけど、まだ2、3体、ジョーカー残ってるんで、この、頑張って限界突破、二重生成集めて限界突破させて、使えるようであれば、ニアを、ジョーカーに完全に変えていこうかなと思っております。はい。じゃあ、スタートします。見せてあげるわ。これで。さあ、一緒に。おお、エースのか。オッケー。ああ、ジョーカー仕事する前に終わった。一緒に。もうエスパーダも何もしてないな。うん、対戦ありがとうございました。まあちょっとよくわからんな。なんか動きが遅すぎる気はするけど、ちょっとまあ我慢して使っていくしかない。魔法が行きましょう。ちょっとあれだな、完全に外したな、マジカルハット使うやつを。さあ一緒にダンシング5000。まあしょうがない、分解法使われたらもう無理。この吸収率ほんと高いよな。厳しいなぁ。どうもハマらないなぁ。使ってほしいとこに行かないよね。向こうのはなんかこう来ないでほしいとこに来るけど。
リーダーをちょっとアイリーンに。私の舞で酔わせあげる。リーダーをニアにするか。これうまくマジカルシルクハットが入れば嫌なパーティーだなー。しかしマジカルハット使えよ。もうさあ一緒にダンシー。それね、ルリに使ってほしいんだよね。あー、どうか落ちた。ダメだな、ちょっと打たれ弱すぎて話になんないな。ただ火力は下がっただけになってるな、これ。さあ、一緒に。意味ないよ、そんなの、やけど直すのなんて。ただ火力下がっただけだな、これ。一緒に。ダメだな、このパーティー。ジョーカーを限界突破するして、し終われば使えるかもしれないけど。これでワンテンポ遅れんのやな。すげえダメージ。切り札使っちゃってるからな。向こうが先に近距離連射使うでしょ。あ、そうか、これがあったか。よかった、かかんなかった。いけるか、いったか、いったー、よし、オッケー、勝った。闇の墓場へ案内しよう。
ラスト1試合。ちょっと厳しいね、これ。よろしくお願いします。今、ゴールドランクに落ちてきてる人で、こんなに限界突破してんだもんね、みんな。ルーリー38とか。おかしいでしょ、世界が。見せてあげるわ、彼の力を。オッケー、リーナ落とした。よし、光の力で。これまで負けるわけに。エスパーだ。やっぱりな、そっちからやると思ったよ。難しいな。まあでも結果的には良かったか。ふぅ、クリティカル。一気に全員落ちたんだけど。レベルの違いだよな、これ。勝てるわけねえよ、もうこっちメガトンやられてんだから。あー、ありがとうございました。うわー、君ならやってくれると思って。厳しい戦いが始まった。今のゴールドがもうほんと先週のプラチナぐらいの勢いですね。なんか上からどんどん落ちてきてる感じですね、上位ランカーだった人たちが。まあちょっと辛抱ですかね。私の前で弱さ開ける。反対火力を上げていくんだったらどうだろうな。エースをさっさともう星6にしちゃって組み込んじゃった方がいいかな。エースパードよりもそっちの方が火力上がるかな。でもうニアはちょっと外す方向で行こうかな。で、そうだな、ジョーカーとデロンズはジョーカーを限界突破した時の攻撃力とヒットポイントの装備外した時のヒットポイントと攻撃力の差を見て決めようかなと思います。素早さはね、完全にデロンズの方が上だからね。攻撃で、まあでも他に速いやつがいればね、関係ないっちゃ関係ないんだけど、まあそこら辺をちょっと調整しながらやっていきたいと思います。はい、ご視聴どうもありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。